世界の産業環境を変革するナノファイバー、あらゆる分野で応用できる成長産業として注目を浴びている。 Mtex は独自の技術で大量生産化を実現、さまざまな製品への応用を可能にした。世界トップレベルのユニークな生産技術から生まれ、豊かな未来への可能性を秘めた新素材、それがマジックファイバー。ナノファイバーとは、直径が1ナノメートルから1000ナノメートルの繊維状物質のことで、従来の繊維にはなかった新しい性質を有し、夢のスーパー素材と言われる。 Mtex では超極細繊維ナノサイズ効果、超非表面積効果を生かした製品開発を行っている。繊維系が微細であるため、空気抵抗や圧力損失が大幅に減少。この効果はフィルター製品に革新をもたらす。単位質量あたりでの非表面積が圧倒的に大きい。これにより吸収性が高い、接着力が強い、分子認識性が高いといった効果を有し、さまざまな分野での応用が期待できる。ナノファイバーは数十兆円規模の巨大な市場が見込まれるが、従来の製造方式では大量生産が難しく、また生産過程における爆発などの危険性もあり、事業化しにくいという課題があった。Mtex では大量生産可能な最先端のナノファイバー製造方式の開発に成功。マジックファイバーの誕生である。その革新的技術とは、安全かつ安定した製造方式で大量生産が可能。1時間あたり約 30kg を量産できる技術は世界トップレベル。幅広い細さで製造が可能。原材料も汎用的なプラスチック樹脂全般。製品特性に適した素材が製造できるため、多様な製品に応用できる。 Mtex はナノファイバーの分野においてユニークな製造技術を開発されています。従来のナノファイバー製造は ESD 法などが有名ですが、Mtex の製造技術はメルトブロー法を発展させたもので、高速高圧の空気の制御に基づくため安全な製法です。高度ですがシンプルな原理に基づく製造方法のため、自動化やメンテナンスも容易と考えられます。ナノファイバーの量産化実用化を可能にした革新的な技術を用い、 Mtex はさまざまな分野においてその事業化と販売を推し進めている。ナノファイバーはあらゆる分野での応用が期待されるが、 Mtex はその中でも早期に市場投入が可能な6分野の研究開発事業化に注力している。親油性の高いファイバーにより油を大量吸着、自重の約50倍の油を吸着する。油の吸着需要は飲食産業、産業用廃油処理、海洋における油流出などの環境対策と、多様な産業がマーケットになる。吸音性、断熱性に優れているため、高性能な住宅用建材として使用できる。住宅用断熱材に多く使われるグラスウールに比べて湿気に強く、断熱効果や吸音効果も格段に向上するため、今後住宅用建材分野での新たな主要部材になりうる素材である。マジックファイバーは従来の吸音材では吸収しにくい低温を吸収する。車に最適な吸音材として自動車市場から注目されている。エアコンなどで使用されるフィルターに活用。細かい汚れ、粉塵などもキャッチし、圧力損失も少ないため劇的な性能向上が期待できる。環境対策が求められる現代社会において、今後も市場拡大が見込まれる。
PM2.5 などの微細な有害物質や鳥インフルエンザなどのウイルスをカット。従来品と比べ快適性にも優れている。今後大気汚染の進む国々を中心に一般消費者向けの展開にも期待できる。水を含ませたマジックファイバーに苗木や植物の種を植えることで大規模な緑地化を可能にする。農地拡大や地球温暖化防止などにも貢献できる。ご存知のようにナノファイバーは次世代の革新的な材料と考えられてきました。 M-TECHS のナノファイバー製造技術は従来のナノファイバーの事業化に対する課題を解決するために有望と考えられます。さらに製造されたナノファイバーの応用展開は世界中で人々の生活を豊かにするために寄与するものと考えます。これまでのナノファイバーの常識を覆し大量生産化を可能にしたマジックファイバー。 M-TECHS は最先端のナノ技術を活用してあらゆる産業の変革や地球規模での環境問題の改善に挑戦していく。